これじゃないの？何？これじゃないの？何？いやもうケントなんて寝巻きよ。そうだよ。寝巻きだよ俺完全にこれ。お前らちゃんとセットしてやれよ。いやいやお前で。これ見て。マナスティが一番普通。あ、あれじゃない。ちなみに俺も。おちょっと待って。いいやんけ。マジで。いやそんなさ、そんなん言ったらじゃあでもそれ暑くない今日。いやもううぜえな朝と酔っ払っとんやんもう。え？酔っ払っとんよ。いやこれね、まあ伊沢推しだよっていうのもあるし、やっぱ市松っていうのもあるし。うん、フードだけじゃん。これもあるし。これもあるし。いや、それ分からんのよ。ミスター・パーカー・ジュニア、そうそう。それはおもろい。それはおもろい。これだからさ、え？みんな いっぱい見てくるわけでしょ？まあ、見てくれると思うよ。うん。じゃあやっぱ、自己紹介した方がいいんじゃない？やっぱり。改めて知らない人もいるかもしれないから。めちゃめちゃおもろいじゃん、朝と。これだな。どうすん、うん、僕、何？いや、じゃあもう上から行こう。いいよ。それ上って、オッケー、上からね。うん。え、これってあれで行くんだよね。その、ジャスティスの方で行くってことだよね。いや、もう全然自分でいいじゃない。何でもいいでしょ。何でもいいよ。恥ずかしいんじゃない？何なんかお前、これもうモード入ってんのよ、もう。モード入ってんのよ、これで。じゃあ軽く自己紹介をパパッとしましょうか、皆さん。FC2、おそ松役の伊沢祐樹です。今日よろしくお願いします。FC6 から松役のワード松内です。よろしくお願いします。FC6、チョロ松役の野健人です。よろしくお願いします。FC6、市松役の浅戸家です。よろしくお願いします。髪染めるな。これですね。じゃあいきます。細松十四松役の蓮舞の兄合格の後、真実はいつも。じゃあ勇気。ちょっと。やがって何これ何で、おーいこれ S って何やの S 近づけ静かにの S だよ。おーい何 S？ 静かにの S 面白い。静かにの勇気に自己紹介させろ。じゃちょっと毎回思うんだけど、まずあのおそ松十四松役のって何分かりづらもう。じゃあ、ゆき。はい、M6、とどまつ役の中山ゆきです。よろしくお願いします。はい、イエーイ。元気にしてた？元気だよ。元気。何してたのみんな？俺はみんなのことを考えてた。棒読みだよ、棒読み。やべえわ、使えんとこしかねえ。マジで。いやでもやっぱ、してたの伊沢は、ねえ。俺はね、でもずっとね、筋トレしてたね、筋トレ。あ、俺も。ああ。筋トレして、あとご飯作ったりとか、洋服作ったりとか、まあそんなことしてたよ。洋服作ってんの？うん。なんか一回裸で電話してきたじゃん。確かに。俺にも電話してきたよ。俺も来た。ここにいる人みんなに あのタイミングでみんなに電話したから。いや、違うさ、あの電話さ、か自分家のベランダのせいにさ、海外で俺、Wi-Fi いますみたいな感じで電話できる。そうっすよ。イケな感じで。和子くん、遠いな。声ちっちゃいよ、和子ちゃん。何？和子くん、声がちっちゃいよ。声がちっちゃい？聞こえますか、うん、みんな。いや、鬱陶しいな。間ないんよ。新一だよ、ウゲッ！なんで和子ちゃん声ちっちゃいの？なんか遠くない？俺イヤホンしてないんだ。ちっちゃい。あ、そういうこと。イヤホンしてないの？イヤホンしてないんだね。なんか地下かなんかにいる？
なんか声がなんか声の反響の仕方が地下なんだけど地下なんだけどなんか軟禁されてるか今みんな聞こえる？こっちをこれ大丈夫だよ、うん、でもさ、そのボリュームじゃないとちゃんとクリアに聞こえないでしょ。え、なに、うん、なんでお前も聞こえんのかよややこしいイヤホンしなよ間違いない。なんでこっちの声とどろかんのよ、まあ、でももう緊急事態宣言解除されたからさ、まあそうだね、まあ徐々にみんな出てい、ね、行くわけでしょ、家から。何したい、うん、今一番一番やっぱ芝居だよね。あまあ芝居だよね。芝居か。俺もう焼肉食いたいもんね。あでも外で食べれてないもんね。そうね、マジで外でご飯食べたいよね。普通に6人で飯食いたいよ、うん、飯食いたい。そうだよね、うん、行こうよ。まあでも、もうちょっと、もうちょい待とう。そうそうそう、もうちょい。だからあれじゃ、いや、あれじゃないの、大きいとこ借りてこうやって別々の1個の網で食えば。いやもう家で食べろちょっと寂しい。それ意味ないじゃん。これでええやん、ほんなら。これで食べたらええやん、それぞれが。まあなぁ。まあなぁ。バーベキューとかもいいよね。まあなぁ。バーベキューマジで。待って、お前進めだよ。朝とちゃんと収束させろ、お前。いや、もう収束したよ。いざトークテーマ決めて。みんなで、じゃあ。うん。ざっくりでいいよ。まあ、とりあえずさ、F6 セカンドライブツアーがさ、まあ、ああいう形で終わっちゃったじゃん。だから、まあその緊急事態宣言上げて、まあ今後こういうふうにそのライブとか舞台が復活していくっていうのをまあ見込んで、うん、次じゃあどういうことをしたいかっていうのにちょっと話そうか。お前真面目か、お前。真面目なんだよ。真面目なんだよ。めちゃめちゃちゃんと考えた F6 の。そうだよ。めっちゃ考えてるもん。でもやっぱ F6 で一旦コロナは潰すところから始めたよね。そう、俺が握りつぶさんといけんやん。そう、全員の全員のパワー集めてグッてやるっていう。いやマジでこんな、うん、何ワゴリまだツイートで、ツイッターでツイートできるぐらいしか喋ってないけど大丈夫？ちょっとツイートって何？ツイートみたいなもうツイートで、ツイートでツイッターツイートやもう久々だからちょっと噛んじゃったいやでもなんか懐かしいちょっと、うん、嬉しいわこれ、ね、イベントでいつも言われるからめっちゃ喋ってるじゃないですか。じゃあワゴちゃん一回ソファー降りてこんぐらいの距離になった方がいいと思うよ。いやあの顔が近いとちょっとアラが目立つからさ、うん、いや、いいんだよ、別に。で、声聞こえ。みんな聞こえますか？聞こえる、聞こえる。聞こえる？全然聞こえるよ。うん。よかった。いいよ、いいよ。いい感じ、いい感じ。よかったでいい。もう、無理に頑張ろう感がすごいな。いや、そうなのよ。ワンゴはね、こういうの始まるとね、3上げるのよ。ギア。ギア上げてから、下がるの早いからね、これね。だからみんなが見たいなさ、それさ、あれじゃない？普段っぽい方がいいんじゃない？やっぱまあそうだね。だって俺今頑張りすぎてちょっと汗かいてるわ、うん、そうでしょ。じゃあ汗の拭き方なんなのそれ。なんかワゴリすごいね。わだまさない。肌白くなった。何あれ。確かにワゴリ肌すげえなんか不自然な白さしてない。ちょっと出てないからじゃない。照明じゃない。照明俺照明ほんとだ。照明当ててんの。5個焚いてる。入ってる。すごいな。入ってる。5個炊いてるのと、あと今、ドーラー塗ってる。ええガチじゃん。やばいやばいやば。これ、これが1台そっちにあって。いや、すごい。これ持ってる人いんの？すごいね。そう、あんま目チカチカするからやめてもらっていい？目がチカチカするの。そのままなんかもう溶けてくれ。もう溶けて溶かすな、チカチカ溶かすな、マジで眩しい、眩しい。でも大丈夫、俺は画面スライドしたらワゴいなくなるから。 いなくなるから。いやでもこれだけで楽しいな。いや本当だよ、ね、楽しいわ。特にみんなと話してるからさ、ね、うん、楽しいけど、でも何をしたいですか、じゃあ皆さんは。開けたら F6 として活動、例えば
なんだろう、まあとりあえずでもそのツアーのことはもちろんだけどさ、うんうん、なんだろうな、なんかなんだろうな、もう6人であの格好してカラオケ行くとかでいいやもうそんなことをしたいよ、うん、もう最悪ならウィッグかぶればいい、ウィッグだけね、ウィッグだけかぶウィッグだけかぶブスよすごいんブス中のブスそうね、まあみんなで早くだから集まってね、うん、なんかね、うん、人前出たいよ、ね、うん、集まりたい。でもあれも楽しみじゃない、新しい曲たち。まあそうだね、この間みんなレコーディングしたしね、レコーディングしたやつ、あれ早く聞きたいな、うん、ねえ、うん、ちなみにさ、うん、僕が最後だったわけですよ、レコーディングが、うんうん、はいはいはい、うん、だから言ったら先にみんなの声を聞いてるのが完成したの、そうで、こんな感じでできましたみたいなのを聞いたんだけど、うんうん、めっちゃ良かったよ、マジで。もうね、しかも、いや、ダサくない？うわライブしたから余計になんかもう蘇ってきた、あの感じが。あ、確かにわかるわ、はいはいはい、うん、いや、ダサこれていうかさ、優希、優しいな、俺の前、和田は優しいの俺さ、ゆうきとけんちゃんだったのよ。伊沢ゆうきとけんちゃんがさ、俺の前にやってたんだけど。うん。うん。二人めちゃくちゃ歌うまくなったね。まあ、もともとだけどさ。ほんと？え、そのレコーディングしたやつ？うん、おう。その、割とその、まだ編集とかしてない生の声を聞かせてもらってたんだけど、俺は。うん。へぇー。なんか、上手くてびっくりしたよ。俺は？あ、あさとは、うまかった。俺は誰？俺被ってくるな、お前。俺に被ってくんな、お前。俺の6に、俺のこっちに被ってくんな、お前。一旦終わってからにしろ。ね、でもさ、ここにさ、こっち。ネイキッドキングダムめっちゃ難しくなかった。難しかった。一番、うん、嘘、一番キャッシュレスが難かったんだけど。あ、やっぱキャッシュレスね、むずい。キャッシュレス、気失いそうになってたよ、俺。リズムとかめっちゃ難かったわ、マジで。むずい。ああ、確かにリズム難しかった。あと高いしね。ねえ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 。ん？あのさ、みんなでゲームしたいんだけど。何？うん。かまいたちさんとさ、コロコロチキチキペッパーズさんがさ、うん、YouTube で、この Zoom で4人でやってるときに、うん。うん、やってた山内さんが持ってきたゲームなんだけど、うん、なんかさ、こうやってマイクってさ、ミュートにできんじゃん、うん、はいはい、自分のマイクってミュートにできるんだけど、あ、じゃあ例えばそしたらこっちで喋って、うん、はい、俺だと、あー、そう、聞こえない今。でもあっちには声聞こえてるでしょ、うん、伊沢には声聞こえてるでしょ、聞こえてる聞こえてる、俺らの声、うん、で、こっちの声って聞こえないじゃん、うん、このミュートにした状態で、うん、お題を出す人が、うん、うんうん、マイクを振って、うん、で、うん、歌うのよ。うん。ああ。一番からでも、まあ、サビからでもいいんだけど、まあ、頭からが一番いいんだけど、まあ、なんでもいいんだけど、うん、それ歌うの。うん。そしたら、後のみんなは何を歌ってたでしょうかって当てるゲームなんだけど。へ、うん、はいはいはい、面白かったからやろうよ。あ、いいね。これ。オーケー。なんか、いいですよ。そっかそっか。じゃあ、それはさ、限定しない。ざっくりでいいんでしょ？ざっくりでいい。で、ざっくりでいいけど、まあ、あんま知らん歌とかさ、例えばなんか、洋楽とか、ね、洋楽とか、うん、なんか岸和田の歌とか持ってこられてもわかんないから。いや、岸和田の歌誰が歌うのお前。そうではないの、お前。だから、で、まあ、みんなが大体知ってて、るやつで、で、全員に正解されたらマイナス1。マイナス1？ なるほどね。マイナス 1？ でも、正解した人は、1ポイントもらえるから、まあ、それで最後ビリ決めようよ。一周して1回。あ、いいよ。ミュート、あ、ミュートのやり方1回やっていい？うん。いいよ。あ、そうだね。1回ミュートにして。できる？うん。あ、もう全然聞こえないよ。今ちょっと、誰かが悪口言ってみて。いや、あかんやん、それ。あかんやん、それ。ワゴー、ワゴーって言ったな。ワゴワゴはね、ワゴはね、微妙に分かったんや。ワゴボイ
おい、ワゴーみたいな。ワゴーボケーっつった。そうだよね。ワゴーボケーっつったよね。さすがケンちゃん。ケンちゃん、1ポイント。口とんがってるよ。いや、違う。いざ、今のは、もう、今のは、むしろワゴちゃんに、ワゴちゃんに1ポイント。もう。何なんでだよ。マイナス。なんでだよ。マイナス。これじゃあ、伊沢いける？これ。これって分かったタイミングってどう言えばいい？分かったタイミングで止めていいの？最後まで聞くの？いや、最後まで、伊沢が辞めたいところまで行って、とか、まあ、全員が分かったって言ったら、もう声は聞こえるから、みんなの。うん、だからもう、あ、重いとか言うわ。もう、何それ、簡単だわ、みたいな。だから、うんうん、とりあえず、歌う前に、3、2、1とかだけやって、ミュートにして、聞こえてるとか言ったら、もう歌い始めなのかなって、みんな。歌う前にこれでいこう。いいよ、分かった。任せるわ、サビから1番からとかは。で、ちゃんと気持ち込めて、声もちょっと出してね。そのもちろん口パクとかやんない。なるほどね。なるほどね。うん、はい。うん。行こう。ヘイな。いや、ちょっとヘイヘイ。わかんないんだけど。ちょっとヘイヘイヘイって言ってるやん。てか、ニヤニヤし、ニヤニヤしてるし。全然わかんない。え？揺れるな、そして。全然気持ち入りすぎてわからんな。ちょっとミュージカル口調だな。これ今全然わかんない。全然え止まったんだけど、サビ行くこっから。え終わり？全然わかんない。サビ行った？あごめん今ねサビだったごめんごめん。それ言うのは忘れてた。ちょっと待ってよ。今これを踏まえて感覚だったよ。うんうんうん。サビね。もうちょっとさもうちょっとさちょっと口開けてよ。あオッケーオッケーオッケー。ね、ゆっくりめな感じかな。サビね。あ、わかった。あれ違うな。違う。違う。それでもうこいつ一番にしたの間違いだったんじゃないのこれ。全然わかんない。全然わかんないんだけど。止まれやもうわからんから。え？全然わかんない。これ難くない？全然わかんないわ。これ当たってたのそれ。なんだろう。童話？童話？童話じゃない。わからん。ちょっと待って、一番から行った方がいいっていうパターンない？いやそんなことないと思う。マジで？え、そのさ、ちょっとにや、ちょっとにやってしてる表情も関係ある？それ。あ、全然関係ない、全然関係ない。いや、関係しないとだからそこわかんないと、その気持ちね。担当怒ってるじゃん。あだって5人誰も分かっとらんと。わからないわ、今の。全然わかんない。難しかった。え、ちなみに、これかなって思う人もいないの？あ、そうだね。それちょっとチューリップかと思ったもん。え？なんか。チューリップ。あ、全然違う。あー、いたーかと思った。あー、でもね、でもね、リズムすごいそれ。あ、わかった、はい。で、口もこれなの。わかった、いいですか？はい。うん。俺これ当たったら俺だけ1ポイントだけど大丈夫。いいよ。みんなない？他に思ってるやつ。全然わかんない。あ、わかんない。違う違う違う。ちょっとドヤ顔して外すな、お前。なんだこれ。なんだこのゲーム。なんだこのゲーム。いや、お前が持ち返したよ。正解で歌って。うん、ちょうだい。泣いて、泣いても泣き叫んでも俺、その歌知らないわ。C&K 一発目に持ってくる。え？みかんハート？みかんハート？みかんハートか。だよ。これお前一発目はやばいって、その一発目。変化球じゃん。その一発目は。タイタ一緒やん。いるんだよ。これニアミス。俺正解だよ。違う違う違う。伊沢、お前その一発目は最年少を出してきた急に。じゃあ行くよ。俺もうなんかいろいろ含めてやるね。オッケー。行くよ。うん。はい。わかった。わかったわかったわかった。待って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 。わかった。え？わかった。何？
わかった、めっちゃわかりやすい。嘘でしょ。ほんとほんとわかりやすい。あ、これ簡単だね。え、ちょっと待って、もう一回簡単。もう一回頭くれない、もう一回頭の方くれないから、もう一回頭の方。確かに。うん。わあ、それは。あ、わかった。ちょっと待ってよ。わかった。これさ、ちょっと待って、サビ？サビ？サビだよ、サビ。え、サビ？サビだね。サビだと思う。わかった。これはめっちゃ簡単。てか、マー君がわかりやすい。こういうこと、一発目はこういうことだからな。これわかった。マジで全然わかんないわ。俺もわかった。俺もわかった。え、っていうか、これさ、ワゴちゃんはわかんない。俺もわかんない。なんめちゃめちゃわかりやすいだろ。めちゃめちゃわかりやすいだよ。うん。しかも今の歌い方がね、あの、ポイント高い。寄せてるもんね。あ、寄せてる。確かに。うん。口も大きく開けてたしね。そうだよ。じゃあ俺から言っていい？うん、いいよ。あの、当たってる自信ないから。ゆずの、うん、違う。曲名言わしてあげて。じゃあ、ワゴちゃん。ワゴリン、ワゴリン。サンボマスター。違う。はい。じゃあ、3人、3人、3人せーのでいいよ。3人いくよ。せーの。曲名言う？曲名でいく。曲名言おう。うん、オッケー。せーの、さよならエレジー。さよならエレジー。正解。1ポイント。いや、さよならエレジー、エレジーはもうイントロから言ってもらっていい？僕は今から言ってもらわない。だいたいサビで分かるわ。ダダンダダンダダンまでやってん。ということはこれは俺とケンティとユウキくんが1ポイント。ケンちゃんとユウキが1ポイント。うん、じゃあ次ケンティ。オッケー、ケンちゃん。いくよ。これぐらい分かりやすい曲にしてよ。あ、オッケーオッケーオッケー、うん、最後じゃあ俺もう一回やって、どうぞ。最後オッケーミカハートもう一回やんなよ、ふざけんな。あ、いいよ、オッケー、わかった。あー、わかったわかったわかった。あ、これわかった、全員わかったパターンあるよ。あ、もういいいいいい、これもう全員わかったらケントマイナス1だからね。マイナス1で、え、マジで。でも優しい。そうだよ。いや、でもこういうことだよ。さよならエレジーもこれぐらい簡単だから。いや、ケントのが一番最初に来てほしかったね。いや、だってケンちゃんのなんかもうさ、もうこれでわかろうよ。これでわかるんだよ、ね。った。もう絞られる。じゃない、うん、これもうジェスチャー、ジェスチャーゲーム。これの曲。これはわかるやろ。誰か、じゃあ曲名でいこう。みんな一緒に行く？みんなみんな。いいんじゃない？いいよ、うん、じゃあせーのっていうね。うん。せーの。水蓮花。水蓮花。素晴らしい。何？俺、0点じゃん。今0点。じゃあ、マイナス1ポイント、0点ね。いい問題だった、ね、でも。じゃあ、次俺行く。ゆうやくんですかね。オッケー。うん。オッケー。オッケーオッケー。わかった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 わ。でもさ、ちょっとこれ歌い方違くない？うん、そうね。わかんない、ミュートだからわかんない、何言ってるかわかんない。ちょっと待って、待って、ちょっと待って、多分わかった、口がわかんない。もう一回ちょっと行くよ、じゃあリンリンとかのためにもう一回。もう一回やって。みんなよう歌ったよ、これは。うん。ああ、わかるわ。わかった。わかった。わかった、オッケー。オッケー。え、ちょっと待って、俺不安になってきたんだけど。いや、わかるわかる。あー、ね、多分合ってる。やすい。はいはい、俺全然わかんないんだけど。はい。絶対15回は聞いたことあるよ。15回。マジで。じゃあ俺から言っていい？うん。いいよ、うん、いいよ。え、マジでわからん。レモン。あ、違うわ。多分これマジでわからんわ。一緒だよね、多分。わかってるよね。あー、多分一緒だと思う。多分一緒だと思う。
ほんと？じゃあ一斉のせいで、せーの、自信ある？全員自信ある？うん、ある。あ、オッケー、じゃあ行こう。せーの、パプリカ。少年時代。タスカ。待って、パプリカ。俺パプリカだと思ったんだけど。少年時代じゃないの？俺も少年時代かと思った。これは少年時代です。おー、少年時代。少年時代ってどんなの、じゃないの。夏が過ぎ、風あざみ。あー、なるほどね。びっくりした今、野菜の名前出てきた。ダサパプリカ男。じゃあ、いや違う、俺もう先入観が強い。うん、いや、朝鮮の先入観強いだろ。先入観が強すぎたわ。頭の色がパプリカっぽいってこと？うるせえ。じゃあ次、ワゴちゃんね。これ？うん、ワゴちゃん行こう。いや、じゃあケントはもうあれだ、リンリンがレモンって言った瞬間に来たって思ったんだ。思った確信したわ。どっちも食べ物で間違ってる。じゃあ俺15回聞いたに惑わされたわ。絶対聞いたことある。合唱コンクールとかでもあるからね。そう15回聞いただったらもうパプリカだろ。じゃあちょっとミュートにするよ。ええよ、うん、え、待って、俺がワゴちゃん画面もミュートにするね、じゃあ一回。いや、バカやろ。俺だけでいいんだよ、それ。オッケー、行こう。何してんの？え？アイテム？それ取れんだね。やる前オッケー。オッケー、オッケー。え？ちょっと顔振りすぎて何言ってるか分かんない。いや、マジ、口分からん。全然分かんないんだけど。ジェスチャーゲームになってる。やべ、全然分からん。全然分かんないんだけど。でも分かったかも。もう一回やって、顔振らないバージョンでもう一回やって。もう一回やって、うん、こっち正面振りでやって。ちょっともうちょいゆっくりめ。OK、いいよ。分かった。え、本当？誰？顔振るな言うてんのに振っとるやん。多分でもそれもう一回サビ頭からサビこれ。サビそれ。あのね、なんだ。いらないんだけど、間接的にヒントみたいになってる。間接的にヒント。いらないんだけどって言われてる時点でもう。え、サビそれ。ちなみにサビ？サビ？サビ？もうね、サビ。最初のね。あの言葉がね、見取れれば。いや、そうだね。ミュートになったり、なってなかったりなってるから、もう、なんかわからんのか。なんだ、なになに。違う問題起こってんじゃん。最初、でも、わかった。また会えるみたいな。また会いましょう、みたいな。ねえ。また。また。いや、これゲーム全然変わってるから、これ。確かに。確かに、もう。当てに行ってる。みんなで当てに行っとるよ。もう一回行って、もう一回だけやって。いや、分かった。本当？ゆうきまたは合ってる、ちなみに。また？うん。あ、またがそもそも違う、みんなが言ってる。あ、一番最初っすか？そう。また間違ってる。じゃあ、またで今、またですげえ考えてた時間めっちゃ無駄なんだけど。そうだ、多分。中山ゆうきとか本当に、多分すぐ分かってる。そうだね。ああ、分かった、俺分かった、やっぱり。今話題で分かった。分かった。うん。俺分かった。口元で俺すぐ分かったわ。いや、俺、これもね、分からんわ。これね、今話題が相当ヒント。OK。はい。これマジで分からんわ。せーの。M。浜崎あゆみさんの M でした。ああ、そういうことね。マリア、愛すべき人がいて。ああ、俺分からんかったわ。ちょうどドラマがね、話題だから。俺、それで分かったわ。そのヒントだけで分かったわ。話題の方向性が違うかったのは多分俺とユキとケンちゃん。俺のポイントだけ覚えてる。一回さ、おさらいしてよ。ちょ、何ポイントはみんな。俺ゼロ。俺今ゼロ。俺多分1ポイントぐらいだと思うよ。あ、2じゃないよ、俺1か。1ポイントぐらいってなんだ、お前。俺たぶん、ワゴくん、最初さ、みんなが当たってないときって、俺がマイナス1なんだよね。全員わかんないときは。あ、それはもう全員ゼロ。俺もゼロ。そうだよ、ゆうきもゼロ。
あ、じゃあ、だから勇気は1でしょ ?2 ポイントかな。俺多分、3人の。水蓮花と水蓮花と何が起こったっけ、マー君の水蓮花だってポイント入らないもん、俺ら。ああ、そう、水蓮花ゼロだ。だから俺のも当てた。サヨナラエレジーと、いや、俺のも当てた。多分少年時代。だから。あ、じゃあ2だ。2だ。うん。俺さ、じゃあ。でも最初のお題が悪かったからマイナス2も。なんでだろう。まあ確かに。だじゃあ、勇気、中山勇気行こうよ。OK。OK。いいよ。え、なんかわかる気がする。なんかわかる気がする。え、ちょっと待って、俺もなんかわかる気がするんだけど。え、みんなさ、結構有名なとこ攻めてる。なんかさ、え、サビ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 、これサビで、サビです。サビ、ちょっと待って、ちゃんと有名なとこ攻めてる。有名、有名。ねえ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 みたいな感じ。なんどうしたっていつもみたいな感じでしょ。そうそう、そんな感じだよ。でもうちょいゆっくりやります。うん、俺はもうこういう難定だからな。でもう少しゆっくりめで。オッケー。うん。オッケー。どうしたって。夢も？あなたに夢も。止まらない。止まらないみたいに言ってる。止まらないよね、これ。うん。全然わかんない。わからん。わからんな。あ、わかった。わかった、わかった。わかった、わかった。わかった。わかった、わかった。もう一回、もう一回。ちょっと待って、待って、待って。もう一回。ちょっと待って、絶対みんな聞いたことあるよ。今流行ってるとかじゃなくて、もともと結構有名な曲？最近。最近？割と最近の曲。最近とか言われたらわからんわ。え、これさ、いや、でも絶対知ってる。サビでしょ？これサビでしょ？あー、オッケーオッケー、わかった。確定だわ。なるほどね。止まらない今もみたいなこと言ってるよね。うん。うん、オッケー。わかった、そういうことか！わかった、わかった。うん。わかった、わかった。ちなみに、わかった。俺は、そんなその曲聞いたことないの、ぶっちゃけ。うん。でも、すごい今有名だよね。わかった、わかった。俺も、最近。最後のはもうヒント。切ったよ。いや、ちょっとね、ヒント与えすぎだよ。いい、答えて。切る。いいよ、わからんわ。じゃあ、せーのっていう。いい答えて。あ、いい？曲名でいこう、曲名で。曲名にしますか。じゃあ、僕、せーの言いますね。いいよ。せーの。グレンゲ。グレンゲ。ちょっと待って、お前。いや、グレンゲ。いや、もう、歌詞間違えた。歌詞っていうか。グレンゲ、グレンゲ。曲名間違えた。グレンゲね。なるほどね。あ、どうしたってね。そう。ね、これさ、俺、何のヒントも当たってない。夢も。最後切ったわけ。そんなヒントもらってないから俺3ポイントね。何いや、ダメだ。理屈関係ねえ。ないよ。はい。ということで。ゲームでした。いやってことは、まあ、楽しかった。はい。ん？ん？一番ビリー。ケントとリンリンでじゃんけんしてビリー決めて。うわやだ。なんでで？して最後じゃんけん。何するの？何するの？なんかじゃあモノマネ最後に。ああ、オッケーオッケー。うん。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、見えてねえんだよ、お前。いや、でもマジパー、マジパー、今のはもう、いや、今のはケントがダメ。今のはダメ。マジパーだった。見えてない。絶対ダメ。今のはダメ。完全にダメ。ダメ。お前、てか今のはもう、もはや負けって言ってても、もうおかしくないからな、ケント。自分で画角を把握しなかった。リンリンの画面しか見てなかったもん。ここね。どこだ。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、あいこでしょ。
おお。あいこでしょ。じゃあ、負けたわ。猪木、アントニオ猪木。アントニオ。アントニオ猪木。もうやっていいの？アントニオ猪木で。アントニオ10秒ね。アントニオ猪木で10秒。いいよ。3つけろ。アントニオ猪木さんって言う。猪木さん10秒やった後、フリーザ20秒やって。なんでだよ。ふざけんなよ。一つにせえ。フリーザ、勇気がやって。フリーザ見た。いくよ。アントニオ猪木さん、お願いします。いきまーす。はい。はい、はい、はい、はい。元気があれば何でもできる。いいぞー1、2、3、ダアイアイうまいね。いや、思ってるんだ。めっちゃ我慢しようとしたんだけど。思ってる700倍うまかったよ。なんかさ、消えたんだけど。消えたんだけど。ミノクさんやったら消えたんだけど。ダー言ったら消えた。出だしめっちゃ面白い。だってダーって言った瞬間、ダーって言った瞬間、俺の画角から己が消えて中山入ってきたんだけど。今2軍だ。元ケントとワゴ。今2軍じゃん。しかもさ、今さ、ね。コスモさんリスト入っちゃった。全開でやってるんよ。全開なんだけど、絶対周りの人に聞こえたわ。確かに。おのが2軍に行った。めちゃくちゃおもろい。ワゴは2軍のままじゃん。そう。高級 A 級できんわ。はい、ありがとうございました。素晴らしい、ありがとう。面白かった。面白かった。まぁ、あ、ちょっとまた定期的にやりましょう。はい。OK。やろう。ということで、ありがとうございました。みんな、ありがとう。バイバイ。ありがとう。バイバイ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 。